はいどうも、ゴーの GoGoTV です。本日9月2日は、こちら、仮面ライダービルド、変身ベルト、デラックスビルドドライバーと、こちら、デラックスフルボトルホルダーの発売日となっております。はい、早速僕も朝一、もうほんと今回は朝一行きました。ちょうど9時半オープンの店で、店に入ったのが9時31分に入店して、なんとか無事買ってくることができました。で、ちなみになんですけど、今回のキャンペーンの、こちら。仮面ライダービルドガシャットですね。まあ、ビルドガシャットですね。もちゃんともらってまいりました。いやー、ほんともう今回これが結構なかなかな争奪戦になっておりましたね。ちょうど僕がその時間に入ったんですけど、もうすでに前に3人いましたね。で、その後ろからも、2人ぐらい見えて、まあ、計6人ぐらいいたんですけど、多分ベルトは皆さん変えたと思うんですけど、このキャンペーンのやつは僕がちょうど4番目だったんですけど、4個あったんで、多分ベルト入荷してた分は全部あったのかなって感じはするんですけど、ちょっとなんとも言えないですね。で、ちなみに本当は今回、こちらのビルドドライバーとこのフルボトルホルダーのセットのものを買おうと思ったんですけど、自分の前で、売り切れましたね。なんか3つしかなかったらしくて、まあ自分の前で売り切れてしまったんで、別売りのものを買ってきた感じになっております。いやー、来ましたね、ついに。明日から開始ですよ。もう見た目かっこいいですからね。ほんとこういうデザイン好きですよ。てな感じで、まあ、今回はこのデラックスビルドドライバーとデラックスフルボトルホルダーを開封して遊んでいきたいと思います。そういえばちょっと箱の方を見ていく前に一つ言うの忘れてたんですけど、こちらのビルドガシャットの方はまた別の動画で作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、ではまずはデラックスビルドドライバーの方から箱の方を見ていきましょう。付属品がラビットフルボトル、タンクフルボトル、で、ビルドドライバーですね。で、こちらにはレバーを回せ、フルボトルでベストマッチ、仮面ライダービルド、光る、鳴る、変身ベルト、デラックスビルドドライバー。ということで、来ましたね。いやー、これ本当、僕一回トイザラスで、これ展示されてあったんで、音声聞こうかなと思ったんですけど、なぜか電源が入ってなかったのか、電池がもうすでに切れてたのかわからないんですけど、なんかこう回し心地だけ、体験はしてきました。結構いい感じでしたよ。で、箱の横面はこんな感じ。仮面ライダービルドが載っておりまして、逆サイドはちょっと今、ガシャッとが落ちそうになったんで、ちょっと、どけときます。で、こちら、デラックスビルドドライバーと、こんな感じで書かれておりますね。で、裏面はこんな感じで、蓋が回転、振ると中身が動く。で、デラックスビルドドライバー、フルボトルで遊び広がるということで、ちょっと近づけますね。フルボトルで遊び広がるということで、デラックスビルドドライバー、デラックスドリルクラッシャー、デラックスフルボトルホルダーで、まあ、遊びができますよってことと、QR コードを読み込んで、ぶっ飛ばすオールとか、ガンバライジングで遊ぶこともできますよと。いう感じで、まあ、いつも通り書かれておりますね。で、あとは裏に、まあ、遊び方なんかちょっと書いてありますね。ちょっともう一回引きますね。ビルドに変身。フルボトルをセット。待機音が発動。ラビット、タンク、ベストマッチ。Are you ready? レバーを回して回転ギミックが発動。鋼のムーンサルト。ラビット、タンク、イエーイ。光とともに変身音が発動。仮面ライダービルドラビットタンクフォームに変身。で、必殺技。再びレバーを回して回転ギミックが発動。レディーゴー。光とともに必殺技音が発動。ボルテックフィニッシュ。イエーイ。で、別売りのフルボトルでゴリラモンドに変身。まあ、こちらは先行販売されておりましたものですね。まあ、こんな感じでいろいろ書かれております。で、今回は電池が単4電池3本使用ということで。よかったですね、僕。単3電池ならどうしようと思ったんですけど、単4電池良かったです。はい、とりあえず、デラックスビルドドライバーの方の箱はこんな感じになっております。はい、では次はデラックスフルボトルホルダーの方を見ていきたいと思います。こんな感じですね。フルボトルを3本収納。で、付属で掃除機フルボトルが付きます。デラックスフルボトルホルダーというような感じで、なんかシフトカーホルダーにちょっと似た感じになってるんですよね。仮面ライダードライブの時の。こんな感じ。で、横がこんな感じで、ラビット掃除機フォームかなが、載っております。で、横にはこんな感じで、まあ、こういう感じで刺すことができますよってことも書かれております。で、裏面には、遊び方ですね。遊び方というか、まあ、取り付け方って言い方が
一番正しいかもしれないですけど、こんな感じで書かれておりますね。で、上には蓋が回転、振ると中身が動く。デラックスフルボトルホルダーセット。ホルダーセットじゃないですね。デラックスフルボトルホルダー。で、フルボトルを収納、フルボトルホルダーを別売り、デラックスビルドドライバーに装着。3本のフルボトルをセット可能。で、別売りのデラックスビルドドライバーでラビット掃除機フォームに変身。フルボトルを、セット。まあ一緒ですね。変身の仕方ですね。で、なんとここに掃除機がついてるんですよね、手に。ちょうど左手部分かな。左手部分にがちょうど掃除機みたいな感じの形しておりますね。で、ちゃんとここにあの、ゴミ溜めるサイクロン部分っていうのかな、みたいなのもあります。はい、こんな感じですね。で、あとはフルボトルで遊び広がるということで、まあ、あの他のデラックス玩具との連動と QR コード融合でブッドバスソールとガンバライジングに、使えますということで、このブッドバスソールはどういった感じで使えるのかちょっと気になるところなんですけどね。はい。という感じになっております。こちらは電池は特に必要ないみたいです。はい。では、早速、ビルドドライバーとフルボトルホルダー開封していきたいと思います。はい。では、デラックスビルドドライバー。開封していきたいんですけど、ちょっと一つお見せするの忘れたんですけど、こういった感じでちょうど、箱の上の部分っていうかな、にこのちゃんとこう名称が書かれておりますね。レバー、ギア、フルボトル。で、まぁ、こんな感じで仮面ライダービルドのラビットタンクフォームが書かれております。はい。では、もうテープ切ってありますんで、開封していきましょうか。ご対面。さあ。テープここにもあったか。ちょっとここは見てなかったですね。はい、これで OK です。なんか去年のエグゼイドのゲーマードライバーの時も同じことやったような思いがありますね。さあドンということで出てきました。ではこの蓋を取りましょう。せーの、ドン。きたきた、ビールドドライバー来た。今年はただあれですね、ガンバライジングカードは入ってないみたいですね。はい、こんな感じになっております。いやー、来ましたよ、ビールドドライバー。これ結構かっこいいですからね。はい、ではもうせっかくなんで次は、ちょっと箱というか袋から取り出す前にまだこちらのフルボトルホルダーの開封していきたいと思います。はい、ではデラックスフルボトルホルダーもテープ切りましたね。開封していきましょう。さあ、ご対面、フルボトルホルダー。おお、こんな感じで、こんな感じですね。おお、これがフルボトルホルダーですよ。ちゃんと掃除機フルボトルもついておりますね。はい、ということで出揃ったんで早速袋から取り出してみていきましょう。ではまずはビルドドライバーの本体。おお、もうくるくる回ってますね。はい、いやー、なんかすげえボリューミーで大きいですね。めっちゃ存在感ありますよ。でかい。おお。おお。おお、すげえ。すげえ。こんだけガシャガシャいっとったね。全然わからなかったですけど。うん。これいいですね。とりあえず、バックル。バックルになるのかな、一応。で、次はこちら。ラビットフルボトルと、こちらがタンクフルボトルですね。せっかくなんで、こちらもちょっと。中取り出しましょうか。さあ、なんか引っかかった。何かが引っかかった。認識ピンが大きく引っかかってましたね。はい、こちらがラビットフルボトル、こちらがタングフルボトル。いやー、これはいいですね。はい、すいません。ちょっと今気づいたんですけど、興奮しすぎて、いつもの手袋をつけずに、動画撮ってましたんで、ちょっと、ちゃんとつけさせていただきたいと思います。ちょっとやっぱ仕事上どうしても手がめちゃくちゃ油手で落ちないんで、やっぱそういうのはお見苦しいと思って、いつも軍手というか、またこの手袋つけてたんですけど、ちょっと今回、申し訳なく忘れておりました。ちょっと今から申し訳ないんですけど、つけさせていただきます。はい、では、ちゃんと見ていきましょう。こちらがラビットフルボトルで、こちらがタンクフルボトル。で、まあ、ギミックとしては、フルと。で、あとはこのキャップの上が回ります。カチッと。カチッ、カチッと回る感じですね。で、ここにはベストマッチの、ちょうど頭文字っていうかな。ラビットとタンクで、そういう感じの、英語の頭文字が書かれております。で、あとは、まあ、QR コードが横についておりまして、裏に認識ピンがあると。こんな感じですね。
こんな感じになっております。はい、こちらがラビットフルボトルとタンクフルボトルで、あとはベルト止めですね。ベルト止めとベルトですね。ベルトが入っております。なんか黄色というか、ね、からし色って言い方が正しいのかな、の今回はベルトになっております。はい、デラックスビルドドライバーの方のセットはこんな感じになっております。では次は、フルボトルホルダー見ていきましょう。掃除キーですね。掃除キーとフルボトルホルダー、さあどんな感じなのかな。フルボトルホルダー、どんと、おー、なるほど。でこれでこういう感じで刺せるってことかな。おー、カチッと刺さりますね。チッと刺さります。はい、こんな感じで遊べますね。ではせっかくなんで掃除機フルボトルを見ていきましょう。掃除機、これもまあ一緒ですね。振ってキャップが回って、で QR コードがあって認識ピンがあるという感じですね。おお、ここにこうなんかキャップ部分に手が出てると、ちょうどなんかこう割と重さが伝わるんですよね。これゴンと、いいですねこれは。でこちらは L と S ですね。ちょっと何の L かわからないですけど、まあ、L と S で、こちら掃除機の S ですね。まあ何とベストマッチなのかちょっとわからないですけど、まあ、今後出てくるフルボトルとベストマッチできるんじゃないかなと思います。はい、でこちらもせっかくなんでフルボトルホルダーに刺しましょう。うん、結構カチッといきますね。でちゃんと、まあ、当たり前なんですけど裏返しても落ちる心配はないですね。であとこちらに、まあ、引っ掛けるクリップパーツがついておりますんで、まあ、ベルトのちょっとどちら部分か忘れましたけど、どちらかにこうカチッとつけることができますね。まあ、これも後でやってみたいと思います。ちょっと箱の方見ましょうか。あ、ちょうど左の部分ですね。左の部分に引っ掛ける感じになっております。はいはい、ちょっと先ほどやるの忘れてたんですけど、ちょっと久しぶりのこういうガチなベルトレビューなんで、ちょっとかなり下っておりますが、ちょっとこちらのビルドドライバーのしっかり見るの忘れてたんで、ちょっとこちら見ていきたいと思います。まあ、先ほどもやりましたけど、こちら回すとこのギアが回りますね。でちゃんとこの3つ連動しておりますね。いや、この辺の本当作りはすごいですよね。ちゃんとこの辺もぐるぐる回るっていう、もうすごいメカニック的な構造になっていますね。でこちらからこう注入されるかな、どっちから来るかな、こっちからこう来るかなこっちからこう来るかな、あんまりそういうメカニック的なことはあんま詳しくないんでちょっと申し訳ないんですけど、まあ、ちゃんとこういった流れ的なものも、なんかオイルが流れていくみたいな感じの造形もされております。でこちらにフルボトルを2つ挿して回せば変身できるっていう感じになっております。でそこはこんな感じ、ちゃんとすごいんですね。なんかちゃんとこういうモールドされておりまして、でこんな感じで、上もこんな感じで、なんかこちらに刺す部分があるんですよねこれはおそらく多分今後なんか発売するもので、まあなんかあるんですけど、なんかもう明らかにこう押すところがあるんですよね、ここに、この奥にまあこういうのはおそらく今回はベルトから音声が鳴るタイプなんで、まあ、こういうの解析班みたいなのがおそらく出てくると思うんで、まあ、そちらの方に任せておきたいと思います。まあ、ちゃんと発売されてからこの音声は聞いていきたいと思います。もう明らかに怪しいですからね、そういうピン的なものがもうあるんで、まあ、おそらくこの何かピンで押しながら、まあ、差し込めば、まあ、何か起きるんでしょうねっていう感じの作りはしておりますね。はい、で裏側はこんな感じ。おー、すげー、てか裏すごくないですか、びっくりしたんですけど今めちゃくちゃモールド入りまくりじゃないですか、造形すごでこちらに電源のオンオフがあって、ここがあれですね、電池ホルダーというかな、電池ホルダーがここについておりまして、でここにベルト、L と R のベルトを挿して巻ける感じになっております。いやーすごい、これはすごい、ほんとなんかメカメカしい作りがマジですごいですねこれ。はい、こんな感じになっております。はい、多分これで一通り見たと思いますんで、早速変身を聞いていきたいと思います。はい、ちょっとせっかくなんでこの音声が
音声でかまだ電池入れてないんですけど、ちょっとあの電池とかいいか電源入れてない状態でちょっとフルボトルさせてみましょうか。ちょっとさあこうかおお刺さった刺さった。これ結構難しそうですね。ああこうか。結構なんかこう落とすだけでカチッと刺さるんですよこれ。ガシャンと押し込まなくてもちょっとこう、おお、これで刺さりましたね。で回す。あ、すげえこれすげえ。え、ちょっとあのこの状態であのここにちょっと注目してもらいたいんですけど、こう回すと、レバー回すとちゃんとこうなんかボトルが波打った感じでこう液体がこう上下に動くんですよね。おお、すげえ。これピストンとちゃんとする。おお、すげえこれ。あ、じゃあそのためのこのあれなんですね。このこちらにこういう感じのギミックがついてるんですね。この多分ちょっと一回取り出そう一回取ってちょっとここに注目してもらいたいんですけど、なんかピンみたいなのがあるんですけど、こう回すと見づらいかな、これ難しいですねこれなんかこの下のなんかピンみたいなのがこうベルト回すと、ベルトというかレバー回すとなんかこうグニグニこうやって動くんですよね、左右が。こういう感じで、でそれによってこの、あのボトルのこう液体が波打つような感じのギミックが再現されております。うわこれすげえ、作り込み半端ねえうわこれすげえなマジで。はい、こんな感じになっております。ではもうせっかくなんで音声確認していきたいと思います。はい、では準備できましたんで音声確認していきたいと思います。一応こちら専用台座の方使ってるんですけど、これ使うと電源入れれないんですよね。なんでとりあえず電源入れますね。後ろのこちらをスイッチオン。おお、こんな感じで LED の発光と音とともに電源が入りまして、ちょっとこちら差し込んで、でいつものカードケースを支えにしてセッティング完了。こんな感じですね。さあとりあえず音声じゃなくて電源入れた状態でレバー回しても特にこのプラスチックの擦れる音がこのギアの音がするだけで、特にこちらのベルトの方からの音声はないですね。さあではやりましょう。はい、ではこちらの2つを使って音声確認していきたいと思います。ではさあ実験を始めようか。はい、ラビットとタンクなんでベストマッチですね。で今待機音が流れておりますんで、レーバーを回せば変身音が発動すると思います。ではやりましょう。変身。このような感じで音声が発動します。いやーこれすごいですね。ここの LED の光がめっちゃレインボーじゃないですか。で音声は小林克也さんが担当されてるみたいですね。はい、こんな感じになっております。でこれもう一回この状態で変身状態でレバーを回すと必殺技が発動しますんで、やってみましょう。では必殺技、こんな感じで必殺技が発動いたしますね。ボルテックフィニッシュ。でちなみに最初はこう光の最初の方はラビットタンクなんで赤と青に光る感じになっておりますね。もう一回やってみましょう。
こんな感じになっております。でこれちょっと一つ気になったんですけど、これ今ラビットタンクなんですけど、これタンクラビットとかってなるとどうなるのかなって感じですね。一緒なのかな。あ、ここまでは特に変わりはなさそうですね。はい、逆に入れても特に変わりはないみたいですね。はい、では次はせっかくなんでフルボトルホルダーに付属しておりました掃除機フルボトルですね。こちら掃除機フルボトルとも連動させてみたいと思います。ではまずはラビット掃除機いきましょうか。ではラビット、はい、こちらはベストマッチではないんで、ベストマッチって音声はありませんね。でやっぱりこれは各フルボトルの色と連動して発光するって感じになっておりますね。では変身しましょう。変身、特になんか鋼のムーンサルトみたいな感じのリングネーム的なものはなくて、で音声の方もデフォルト音声っぽいのが流れておりますね。なんでまあ、なんていうかな、オーズドライバーみたいな感じかな。オーズドライバーもコンボじゃないと、デフォルト音声が流れて変身するって感じなんで、でコンボだったらちゃんとコンボ専門というか、まあ専用の音声が流れるっていう感じになっておりましたんで、まあちょっと似たような感じになってるのかなって感じはします。はい、では次は必殺技の音声を聞いてみたいと思います。では、はい、こんな感じになっておりますね。ボルテックフィニッシュじゃなくてボルテックアタックなんですね。はい、こんな感じになっております。では次はタンク掃除機いきましょうかではナビット抜いて、とりあえずちょっとこちらも抜いといて、さあではいきましょう。さあタンク掃除機、なんか強そうですね、タンクと掃除機ってはい、こちらもベストマッチではないんで、やっぱりデフォルト音声が流れる感じとなっております。では一応必殺技の方も聞いてみましょう。では、はい、こちらもボルテックアタックですね。ベストマッチじゃないとボルテックアタックで、ベストマッチだとボルテックフィニッシュになるのかな。ちょっとまだその辺はまたいろんなものを試してみて聞いてみたいと思います。では次は、こちらですね。こちらの先行販売されておりましたゴリラモンドフルボトルセットの方で、こちらで音声を聞いてみたいと思います。はい、ではゴリラモンドフルボトルセットを準備できましたんで、やっていきましょう。ゴリラフルボトル、ダイヤモンドフルボトル、さあ実験を始めようか。ゴリラダイヤモンドベストマッチ、変身、you
勝利の法則は決まった。はい、ということでちょっと言うの先忘れてたんで今言わさせていただきましたが、これで仮面ライダービルドゴリラモンドフォームに変身いたしましたね。フォームチェンジいたしました。こんな感じですね。かっこいいですね。輝きのデストロイヤーですからねもうめっちゃ強そうですもんね、本当にこれ。はい、こんな感じの編集になっております。では次は必殺技いきましょう。こちらはベストマッチなんでボルテックフィニッシュですね。こんな感じになっております。ではせっかくなんで掃除機とも連動させていますもし音声が本当全部一緒なのであれば、まあとりあえずちょっと組み合わせだけパッパッとやってみて、あれしたいと思います。まあそこは割愛させていただきたいと思います。ではダイヤモンド抜いてゴリラ掃除機、はい、こんな感じですね。やっぱりどの組み合わせでも音声は変わりないみたいですね。ベストマッチじゃない限りはデフォルト音声が流れて、まあ必殺技と多分一緒ですよね。ちょっとやってみましょう。はい、音声もやっぱり一緒なんで、皆さん自分のお気に入りのフルボトルをセットして、フォームチェンジしてみるのもいいんじゃないかなと思います。ちょっと申し訳ないですけど、多分全部の組み合わせやろうと思うとかなり長くなってしまいそうなんで、ちょっと今回はこんだけとさせていただきたいと思います。一応あるフルボトルの音声は一つずつ多分鳴らしてたと思いますんで、はい、こんな感じになっております。いやでも今思ったんですけど、ゴリラ掃除機ってこの手のこっちにまた掃除機作ってるわけですよね。恐ろしい感じになりそうですねまたもしベストマッチ以外でも本編で登場したフォームなんかもあれば、またそれは鳴らしていきたいなと思っていますんで、またその時を待ちたいと思います。とりあえず今回はこんだけとさせていただきたいと思います。はい、で最後なんですけど、フルボトルホルダーをちょっとつけたいと思います。専用台座、ベルト専用台座つけた状態ではちょっとつけれなかったんで、ちょっと簡単にやってみたいと思うんですけど、こちらのちょうど左部分ですね。のここにこう引っ掛ける感じになっておりますね。はい、これでセット完了ですね。本当もうスコーンと引っ掛けるだけなんで、非常に簡単だと思います。はい、こんな感じで腰に巻いて、こちらからボトルを取って変身するっていうことができると思います。はい、こんな感じです。はい、ということで今回は仮面ライダービルドの変身ベルト、デラックスビルドドライバーとデラックスフルボトルホルダーを使って遊んでまいりました。いやもうこれから1年間仮面ライダービルドとデラックスビルドドライバーと共に動画を作っていくことが増えると思いますんで、これから1年間よろしくお願いいたします。いやでもほんと久しぶりにこういった感じの連動アイテム付きの変身ベルトで遊んでみましたね。なんだかんでプレ版とかから届いたコンセレとかでは遊んでまいりましたけど、あちらは連動アイテムあるっちゃあるんですけど、ホッパーゼクターとあとニューデン王のベルトですね。あの辺はもうこの付属のもので遊べるものだったんで、こういった感じで変身アイテムを使うことによって音声が変わっていくってものでの新しいものですねの変身ベルトで遊ぶのは本当久しぶりだったんで、かなりグダってたと思うんで申し訳ないと思うんですけど、いやでも本当興奮しながら遊んでたんで、何喋ってたかあんまり覚えてないですねちょっと半分記憶喪失になっておりますが、てな感じで本当興奮しますね。これなかなか細かいところまで作り込まれてるデラックスビルドドライバーなんで、本当これは買いの一品ですね。
もう仮面ライダー好きであれば買いの一品だと思います。まあおそらく9月のバンダイさんの発売日カレンダー見たんですけど、食玩フルボトルの01弾なんかももう発売されるみたいですし、確か中旬ぐらいに、であとガシャポンも00弾でラビットタンクですね、ラビットフルボトルとタンクフルボトルのものが発売されるみたいですし、ただあちらにはキラキラメッキバージョンないんですよね。あのブットバソウルで大当たりした時に400円払って、まあ、回す権利もらえるもので、ラビットフルボトルとタンクフルボトルのキラキラメッキバージョンが入ってるみたいなんで、普通のそのガシャボンで普通に回せる方には入ってないみたいですね。で確か01弾でラビットフルボトルとタンクフルボトルとゴリラフルボトルとダイヤモンドフルボトルのものも発売されるみたいですね、確か下旬の方で。でそちらにはゴリラフルボトルとダイヤモンドフルボトルのキラキラメッキバージョンが入っておるみたいですね。なのでまた今年もフルボトル多分かなり集めると思いますんで、一応仮面ライダーエグゼイドの時は1年間集めたあのライダーガシャットどんだけあるか数える動画、まあ、あの大物ガングレビューアーの方に便乗させてもらって作らせていただいたんですけど、また今年もフルボトル数えてみたいなと思っておりますんで、まあどれだけ集めるか、まあ意図的にたくさん買うってことはないと思いますんで、まあ自分が欲しいだけ買って、まあどれだけ集めれたかっていう動画も作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。